皆さんこんばんは、ユミです。私は以前ミニマリストでした。今は卒業してしまったんですけど、何でもかんでも手放しちゃってアイロンを捨てちゃったんですよね。今日アイロンを買い直したんです。すごいちっちゃいミニアイロン買ったので、その様子をぜひご覧ください。私はハンドメイドが好きなんですけど、何もかも得意というわけではないんですね。特に縫い物、全くダメなんです。今日は全く縫わないで使い続けているテーブルクロス、15年間も使っているテーブルクロスをご紹介します。皆さんこんばんは、ユミです。私ハンドメイドが大好きなんですよ。でもご存知のように、こんなアパートなんですよ。工具を全部ね、離婚した時に手放しちゃったんです。どうしてるかっていうと、これ昨年作った椅子なんですよ。クラックルっていうひび割れ剤を使ってわざとひび割れたような加工をしているんです。あと今工具を何にも持ってないんですよ。でもホームセンターに行くとだいたい200円とか300円で貸してくれるんですよ。スタッフの人もやり方すごく教えてくれます。釘のサイズとかいろいろなのが微妙に素人って分かんないじゃないですか。もう全部聞いちゃいます。だから工具を持ってないとかも全然大丈夫です。私はハンドメイドのお仕事をしていました。これはハンドメイドブックって言うんですけれども、この中でもこの辺私なんですね。私のうちの撮影なんですけれども、何ページ ?8 ページぐらいやらせていただいてるんですよ。かまぼこの板を使ったり、これね、オイルステインとかを使って古ぼけたようにエイジング加工をさせたり、これがすごいの、100均のモールドなんですけども、メタリックサビカラーっていうのを使って一夜置くとこんな風にアンティークみたいに錆びてくれるんですよ。プロフィールにここ私クラフト作家って出てます。こんな風にね、アンティークを買えないとか道具がないとか全然 OK です。ハンドメイドが得意で何でもできそうと思うかもしれないんですけど、違います。縫い物とね、料理が全くダメ。これね、もう15年ぐらい使ってるんです。これね、アイロンテープでしたっけ？アイロンで温めて留めるやつ。もうこまめに洗濯してますけど、ガーデニングなんかにも以前使ってましたし、今フラワーアレンジのお花の上にかけたりもしてるんですけど、15年使ってるけど一回も取れてきたことないんですよ。縫わなくて平気。これ無印のクッションです。っていうか枕カバーをなんか500円ぐらいでセールで買ったんですよ。それを折り返して安全ピンで留めてるだけなんです。まあこれに関しては若干危ないので、どうぞ皆さんお気をつけください。私は自己責任でやっております。縫わなくていいんです。去年の夏、エンジョイホームというコラボ動画を作らせていただきました。多くの人気ミニマリスト YouTuber の方にご出演いただいたんです。私はこのコラボ動画の中でクロスを使ったハンドメイドをご紹介しています。概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。ハンドメイドは大好きで、布を触ってるのも大好きなんですけど、縫い物が全然できないんです。でも先日半分堂で知り合ったキルト作家の高見さんから端切れを譲っていただいたんです。高見さんがデザインしたものやエスタシオンという靴のブランドで使っているそんな布を私に譲ってくださったんです。そこでね、すごく人気なのがスイカの柄だったりとか、本当に可愛い布をいっぱい使ってるんです。
右横にいるのがキルト作家の高見さんです。高見さんにこんなにいっぱい素敵なハギレをいただきました。せっかくなので高見さんが携わっているエスタションという靴のブランドのイメージでちょこっとこのハギレを使って作ってみました。これがエスタションの人気のスイカの靴、イメージしてこれを作りました。また高見さんデザインのオリジナルの布、トランプ柄のものも作ってみました。自分の好みのものだけではなく、ちょこっと冒険していろいろなものを作ってみるのはとっても楽しいです。そしたらいろんなアイデアがひらめいたりします。皆さんも今お家にあるものや100均のものでいろんなものをおうち時間で楽しんでください。こちらのポップなヴィンテージの布はグリーンを集めてカフェグリーン採用に作りました。もちろん塗ってません。貼っただけです。私ミニマリストだったことがあって、その頃ね、なんか勢いでね、何でもかんでも捨てちゃったんですよ。アイロン捨てちゃったんですよね。しばらくなかったんですけど、やっぱり必要だと思って、今回このミストアイロン買ったんですよ。めちゃくちゃちっちゃいんですよ。見てください。手のひらサイズなんですよね。ハンドメイドをやってるんですけど、リースにはほとんどリボンをつけたりするんですね。あとラッピングなんかにも使うんですけど、これセリア100均で買ったものなんですけど、こんな状態で入ってるんですよ。開けるとね、こんな感じなんですよ。わかります？ちょっとこうシワってなってるのが、そりゃそうですよね。こうやってなんかくる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 なってるので、でこれをね、ブライダルのリボンとかには使えないわけですよ。あとリネンとかもですね、ちょっとこうなんだろう、ちょっとだけこうシワッとなっちゃってるの分かります？これでね、ちょっと作品作りするのお仕事だとダメだなと思ってミニアイロンを買いました。ヨドバシカメラの通販で買いました。ヨドバシって送料無料だったりするんで、もうほんとよく利用します。ここをね、開けると 15ml 水が入れられるんですよ。これならね、ちょちょっと使ってすぐにしまえていいなと思いました。ちょっと一か八か当て布を外しちゃいました。あ、いいかもしれない。綺麗にシワが伸びました。ミニアイロン持っているととっても便利です。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。コメントは励みになるのでお待ちしております。それでは皆さん、おうち時間楽しんでくださいね。また次の動画でお会いしましょう。マイスタイルユミでした。ありがとうございます。